エドマンは、日本の政治家、元陸上自衛官、元愛知県府総長長。2013年7月7日、府総長議会議長の片野春夫1933年7月13日生。1957年3月に防衛大学校を第一期で卒業して防衛庁に奉職。1977年6月統合枠領学校を卒業。 1980年8月より陸上幕僚幹部施設課長。1982年3月より陸上自衛隊施設学校副校長を務める。1985年3月には第四施設団長兼大久保駐屯地司令となり、1987年7月から施設補給所長兼小賀駐屯地司令を務めた後、1988年7月に退官。 最終階級は、陸商保。2000年、不総長で、町づくりボランティア団体、ヤロマイ不総を設立して、会長となり、翌年には、災害ボランティア団体、ディースサポート、庭の設立に参画し顧問を務めた。2004年4月29日、防衛功労により随法小受賞受賞。同年8月の不総長挑戦に出馬し、いずれも、無所属で、 環境保護団体世話役の矢島恵美、現中学校教諭の石田法を破り、初当選。投票率は1952年の調整施行以来、最低だった1999年4月の前回、選挙時を大幅に下回る44.51%にとどまり、過去最低となった。当日有権者数、人最終投票率。 44.51%2008 年8月24日、無所属新人の元町に渡辺正を破り再選。投票率は1952年の調整施行以来、最低だった前回をさらに下回り、36.76%にとどまった。当日有権者数、人最終投票率、36.76%2012 年8月26日。 無所属新人の農業、石原義則氏を大差で破り、参戦。投票率は1952年の調整施行以来、最低の28.05%。当日有権者数、人最終投票率 28.、28.05%2016 年3月に、同年の町長,長選には出馬しないことを表明すると、共に、 町長選と町議選を同時に行うのが望ましいとして8月までの任期を残して辞職を申し入れ、町議の任期に合わせて5月12日に辞職。町長選と町議選は4月24日に同日実施された。県内の市長で最高齢だった。ありがとうございます。